あんまり歩いてる人いないですね。どちらかというとこの辺り住宅地ですね。まあ、商店街もありますけど、マンションも結構あって、まあなんていい場所にね、住んでるんだろうって思いますけどね。ただなかなか、ね、まあ海も近いし、まあ物価とかも高いんじゃないかなと思うんですけど、まあ海が好きな人にとったらね、すごく、まあ便利といえば便利ですよね。ちょっとこうやって歩くと勾配がね、勾配がやっぱりあるんですよね。鎌倉なので山勝ちになってます。あー、しかし寒いですね。寒いし、ちょっとこうお腹が空いてきましたね。思ったよりも遠いですね、駅が。最近ちょっと来てないので感覚がちょっとわからなかったんですけど、思ったよりも距離ありますね。8分ぐらい今歩いてますね。先ほどの江ノ島弁天橋から結構早く歩いてるんですけど、なかなか駅までたどり着かないですね。通り過ぎる人がみんな寒い寒いって言ってますね。いや、私も寒いです。はい、もうすぐ駅ですね。こちらがですね、江ノ島駅。そしてですね、
この先が、湘南モノレールの駅ですね。何か新しく改装したみたいで、だいぶ綺麗になってますね。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。じゃあこの辺で、お別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。